ご覧いただきましてありがとうございます。この度クォーターミュージックの最新ギター教則 DVD が完成いたしました。今回の教材のテーマはギター演奏の上達に欠かせないミュートを習得するです。で、このミュートですけれども、調べてみますと何らかの方法で音を弱める奏法を意味すると書かれています。で、書いている通りでギターを演奏するときにですね、右手とか左手で、場合によっては両手を使ってですね、音を弱めたり、で出ている音を止めたり、あとはあらかじめ余計な音、出てほしくない音が出ないように止める、そういったテクニックになります。で、非常にですね、地味な奏法、テクニックではあるんですけれども、いつもギター教室に通っていただいている生徒さんにも、ギターを弾く場合、音を出すとか正確に弾くっていうのももちろん大事なんですけれども、それと同じかそれ以上に大事になってくるのが、音を弱めたり止めたりするこのミュートっていう奏法、テクニックなんですね。どうしてそこまでミュートが大事なのか、その理由を3つほど挙げてみたいと思います。で、まず1つ目は、ギターで良い音を出すことにつながります。すでに痛感されている方も多いと思いますけれども、コードを弾いたりカッティングをしたり、あとは単音弾きでギターソロを弾いたりする場合にですね、多くの場面でギターを弾いていると鳴らしたくない音とか余計な音、あとはノイズなんかが鳴ってしまいますよね。で、当然これらの必要のない音が鳴ってしまうと、コードを弾いていると響きが濁ったりしますし、最悪の場合は曲の進行を妨げてしまう場合もあります。で、当然ギターの音質ですね、ギターの音も濁ってしまったり悪い響きになりますので、綺麗な響きを得ることができなくて、ギターから良い音が出ないということにつながります。そう考えますと、やはり余計な音をしっかりミュートして演奏できるっていうことが大事なんです。で、次2つ目ですね、良いリズム感、良いノリで演奏するためにはやはりミュートが欠かせないんです。ギター教室に通っていただいている生徒さんの中にも、ご自分はリズム感が悪いとかノリのいい演奏ができないとおっしゃる方少なくありません。そういった方のほとんどがですね、これまでミュートをしっかり意識して練習トレーニングができていないんですね。リズム感、ノリ、グルーヴ感など、これらすべてですね、音と次の音の間にしっかりと意識して間を作れることができて初めて生まれるものだと思います。音をしっかりと意識して止めることができないと、何を演奏しても間延びしたメリハリのない抑揚のない演奏になってしまいます。こういうことからもやはりミュートっていうのは大事なんです。そして3つ目は、プロのミュートテクニックに気づけるようになるということです。これはギター演奏に限ったことではないんですけれども、ご自分が少しできるようになったことについてはですね、他の人が同じことをやっているときに、あ、今あれ使ったとか、あれをやったみたいな感じで気づけるようになりますよね。で、ギター演奏で言いますと、例えば奏法とかスケール、音階なんかを覚えたときに、それを他の人が使ってですね、演奏しているときに、あ、今あの奏法使ったとか、あ、あのスケール今弾いたっていうようなことに気づけるようになりますよね。これがミュートに関しても同じでですね、ご自分がミュートを意識してトレーニングとか練習をし始めますと、他の人の演奏を見聞きした時にですね、ああ、こういう音の切り方とか止め方をしているからこういういい雰囲気とかノリが出せているんだな、そういうことにですね、徐々に気づけるようになってくるんです。この気づけるようになるっていうことがですね、ギター演奏をレベルアップさせる上で非常に重要なことになります。ということで、ミュートが大事な理由っていうのを3つ挙げてみましたけれども、一言でミュートと言いましても様々なやり方、方法があります。で、それはですね、弾くフレーズなどによって使い分けるんですけれども、で、最初に言いました通り、右手で行うこともありますし、左手だけで行うこともあります。で、場合によっては両方使う場合もあります。例えばディストーションサウンドを作ってやって、パワーコードでリフを弾くときですね、しっかり右手を使ってミュートしながら弾いてやるとこんな感じになります。
これを全くミュートしないで弾いてみますね。このような感じで非常に間延びした、プレイになりますね。でもちろんこういった、プレイも狙いでやる場合は全く問題ないんですけれども、やはりしっかり余計な音をミュートして、弾けるっていうことも大事になってきますね。あとはクリーントーンを使ってカッティングをする場合などですね。しっかり左手、右手を使ってミュートをしてやるとこんな感じになりますね。でこれをですね、左手ミュートをあまり意識せずに弾くとこんな感じになります。もうこれだと何を弾いているのかさっぱりわからなくなりますよね。ですからこの単音でカッティングする場合なんか特にですね、左手のミュートのテクニックっていうのが重要になってきます。あとはオープンコードを使って伴奏する際なんかも、しっかりですね、右手左手でミュートができているとこういう演奏ができます。 1,2,3,4 これを右手左手あまりミュートを意識しないで弾くとこんな感じになります。 このような感じになりますね。差は歴然ですね。当然狙いでやる場合は全く問題ないんですけれども、このような感じで右手左手のミュートっていうのをしっかり意識した上で演奏できるっていうことが大事だということがお分かりいただけると思います。今回の教則 DVD ではミュートの様々なやり方を実際に短いフレーズを紹介しながら丁寧に解説しております。いつものように丁寧に解説しました結果、総収録時間は2時間30分を超えております。ぜひ多くの方にミュートを意識した練習トレーニングを開始していただき、リズム感やノリ、グルーヴ感といった点においてよりギター演奏を楽しめるように、この教材でステップアップを果たしていただきたいと思います。商品説明、お申し込み方法などはこの動画の最後、画面中央付近に表示されますバナーをクリックしていただくとページが開きますので、そちらの方でご確認ください。お申し込みもそちらのページからお願いいたします。バナーが表示されないとおっしゃる場合は動画説明欄の方にもページの URL を貼り付けておりますので、そちらをクリックしてください。それではお申し込みお待ちしております。よろしくお願いいたします。